皆さんこんにちは、ミラクルです。ということで今回も入電波人間の RPG フリーやっていきたいと思います。ということで、はい、今回はですね、はい、今回はね、久々にゴールドゲットをね、動画で撮っていきたいんですけど、まあね、過去にこのチャンネルでゴールドゲットの動画ね、一応2回出したんですけど、まあ今回は、まあ最新版ということで、まああの、太陽もね、できたし、強くなったので、まあそちらの電波人間たちを入れてゴールドゲットやっていきたいと思います。はい。まあなんかね、取り入れだったかなんかで、ね、ゴールドが 3% プラスつくっていうのがあって、それやるともっと強いっていうのは知ってるんですけど、まだいないので、今回は、また新しくね、作った太陽の電波人間が活躍できるかもしれないですね。っていうので感じです。あの、異常耐性がプラス3なんで、まあ、突然死とか誘惑とかちょっと聞きにくくなったりするので、まあ、そちらをね、やっていきたいと思います。はい。で、そしてですね、一応現在ね、パーティー紹介この後するんですけど、まあ、今回ね、ちょっと面白い電波人間を入れます。っていうのがこちらですね。半分黒で半分金の電波人間ですね。こちら、なんか、まあ、ちょっと前にね、8月22日なんで、もう一昨日ぐらいに作ったんですけど、これで地味にね、ゴールドがね、プラス 10%、まあ、SP の方が絶対強いんだけどね、これだったら金 SP の方が強いんだけど、まあ、金 SP 対応いないんで、はい、ゴールドですね。ゴールドで、ゴールド 10% ですね。まあ、黒なんでちょっと、まあ、耐性とかもあれなのかな。強くなってる感じかな。はい、そんな感じですかね、多分。で、じゃあちょっと紹介していきます。一体ずつ。はい。まあ、まず主人公、コウタさん。こちらはまあ、紹介不要かな、一応言うけど。まあ、まあ、妖精シリーズつけてますね。まあ、これ別にしなくてもいいんだけどね、まあ。別にブースト使えばそんなにガッツガチにやらなくてもいいから、つけてますけど、一応。はい。え、次、トシオさんですね。こちらはまあ、前回とかの動画で紹介した通り、まあ、メインアタッカーですね。まあ、太陽最大。まあ、で、主人公補正かなはつけてないっていうか、つけれてないというか、まあ、それはね、ちょっとできてないんですけど、まあ、今回こんな感じでアタッカーとして初めて活躍できるかなと思います。はい、そして次、ジュンさんですね。こちらはね、新しく作った太陽最大です。同じ感じ、トシオさんと同じなんですけど、まあ、レベルまだね、マックスになってないんですけど、まあ、この電波人間一気にも金ピカ装備つけて、ゴールド 25% までしました。まあ、ただね、まあ、SP ついてるけど、金 SP とかじゃないから、ゴールドはちょっと弱くなるかな。まあ、ゴールド稼ぐっていう目線で見ると、ちょっと稼ぎにくい、弱い感じになっちゃってますね。はい。そして次、アケビさんですね。こちらさっき言った通りですね。まあ、これ電波人間クリティカルが 14% ってことで意外と高い。まあ、どうせクリティカルブーストとか使うけどね。まあ、でもこんな感じですね。一応、はい。まあ、一応突然死とかね、耐性は打ってますね。はい。こんな感じ。まあ、魅了とかもね、つけてます。この、これね、グレートプレートで上げてますね。はい、次。ゆずきさん、こちらは結構前から使ってるんで、装備変えてないけど、まあいいかな。まあ、本当は耐性積んだ方がいいけど、まあ、ちょっと妥協よ。あ、そうだな。オッケー。まあいいや。じゃあそしてこちらの電波人間ですね。ゆうさん、こちらも金 SP。あ、ちなみにこの3体は金 SP なんで、この3体だけでゴールドが 60% ですね。で、この電波人間は金のブローチと、金ピカの靴で、ゴールド倍率をね、6% 上げてるので、まあ強いかなって感じです。まあメインとなるのはこの、まあ3、まあ2人かな。まあ、この2人ですね。水俣の槍で3人攻撃。勇者の武術で、まあ、攻撃ヒット数も2回に1回上げつつって感じですかね。まあ、この電波にはまだ育成中だけど、まあ多分こんな感じでいけんじゃない多分。まあさすがにそんながっつりやんなくてもいけると思うけど。まあこの電波にも一応ね、取り出し式ですけど、まあ、対戦ないのがちょっと怖いけど。まあ積んだ方が良かったかな。今思って動画撮って思っちゃったけど。まあ一回試しにこの電波人間たちでやって、まあやばそうだったらワンチャン買います。まあ、で、一応、ロッチェルさんですね。がっぽり金もらう。これプラス 50% ですね、ゴールド。はい、強いですね。ってことで、この電波人間たち使って、まあ、ちょっと途中装備とか変えるかもしれないんですけど、今回はゴールドゲット、408,790 ゴールドね、現在あるんですが、こちらがどれぐらいゴールド増えるのかっていうのをやっていきたいと思います。一応3回ね、やる予定、あ、3回じゃない、5回かな。そうですね、5回なんでやる予定です。まあ、多分動画内でやるかなわかんないけど、多分、まあ、もしくはカットとは言えるかもしれない。まあ、さすがにわかんないけどね。でも多分5回の結果は出すかなと思うんで、よろしくお願いします。はい、ってことでね、やってきます。ちょっと1号回収を、まあ、ちょっと動画内にするとあれなので、ちょっとだけ回収して、やっていきましょう。よし、OK ですね。で、アイテムでブースト確認します。一応今のところゴールドブースト 100% を5つ持ってるんで、これで5回回れるという感じで、まあ、アカシドロップとかに関してはね、大丈夫だと思う。で、クリティカル30、逃がさないブーストがね、一応あるんで、こんな感じですね。うん、アカシは大丈夫だったよね。あ、大丈夫じゃねえんだ。金の奥歯の証持ってないんで、まあ、でも5万ゴールドって言うてそんな高くないから、まあいいかな。これで。はい、行きましょう。じゃあ、行ってきます。ゴールドゲット。はい、1回目。お。
そうね。100%。まあ30の2回戦2ターンでいいかってことですね。あ、2ターン、まあいい、3ターンでいいか。いや、5回どうせ使えるかね。5。まあ、久々のゴールドゲット動画ですけどね。まあ、意外と、好評なので、ゴールドゲットやっていきましょう。はい。まあ、今回は40万、まあ、約40万って覚えてもらったらいいかなと思います。まあ、40万ゴールドからどれだけ稼げるかってとこですね。行きましょう。まあ、ちょっとね、なんか結構差はね、ある。ゴールド256ですね。まあ、ちょっとあんま高くないかな。もっと高くするんだったら300%とか多分いけるから。まあ、ちょっと弱いんですけど、まあ、弱くはないけど、まあまあ、そんな強くないんですけど、まあ、やっていきましょう。まあ、一応レベルも上げられるか。いや、710、まあ、弱いね。よし、ってことで、ちょっとなんか敵が弱くない？かなり。大丈夫これ。あれ、なんか出なくね、金だけ。ちょっとなんか大丈夫か。1回目大丈夫か。心配なんですけど。まあ、逃げても逃がさない。まあ、逃がせないけど、ゴールデンハム逃がさない関係ないかな。OK。 さあ、ということで、まずはちょっとなんかあんまり強くない敵ばっかですけど、とりあえずあれ出ねえな。結構ね、なんか王様なんか出なかったり出たりとかっていうのもあるんで、なんか結構均等ではないんですよね、今作なんで。まあ、それとポップ数変わんないとかもいろいろあるので、なんといきなり勝ってきた。まあ、ちょっと今回ダメかもな。1回目なんか運悪いかも。運悪いか、なんかそれか、なんか変なの。うわ、え？なんだっけ今の。ゴールドかす、なんか盗めたっけ？いや。儲かりまっかね。OK。あー、クリティカル出るね、やっぱ。まあ、30%でも十分だよね。まあ、正直逃がさない3ターン。多分使わなくてもいいと思ってる。もう全然、1ターンでも。1ターンでもないけど、2ターンでもいいと思うんですけどね。あ、出た、いた。プラチナ。今、プラチナ一瞬見えた。戦っていこう。多分、コータさんが一番早い気がしたけど。OK、多分そうだね。まあ、どんぐらい稼げるかだね、今回。まあ、40万なんで、まあ、結果は5回やった結果って感じで。まあ、さすがにちょっと実況はしてる感じ。はい。行きましょう。はい、プラチナ。一応今、黄金の釘確か2個くらい持ってたんですよね。なんかね、駆け出し者へのね、試練のね、宝箱で出ましたね。結構強いあれ。やめてー。ああ、怖。突然したやつつけようかな。もしないっす。全滅したら元も子もないよ。でも太陽状態上プラス3ついてるはずなんだけどな。さすがに妥協しすぎてるか。まあ、とりあえずもうちょっとやってみますけど。あ、どうかですね。黄金の鍵2個持ってる。で、ワンチャン当てる。ワンチャン当てるんで、黄金の鍵もらえるんで、この宝箱から。宝箱の敵から。あ、そっち行くか。来た、金の奥歯。じゃあ2体っすね。まあ、金の奥歯はもう、打たないんで、特にそういう突然死系は。やっぱプラチナルのウィングが一番やばいよね。あれが、いきなり本当突然死でノックダウン系のね、技打ってくるって、あれが本当気になるよな。まあ、なしか。まあ、証ちょっとドロップね、積めないからね。積んじゃうと2個。3つか。そこがあるから、ちょっときついけど。まあ、そこはしゃあねえな。さあ、ビッグリッチを倒していきます。さあ、なんか出るか。なしかい。なしかい。金歯。よし。まあ、ビッグリッチ、まあいいや。ビッグリッチね、黄金の鍵落ちるから、ジュエル消費しなくなるって考えると強いですね。一応、まあ、ゴールド100%でもいいけど、まあでもあれ別にカジノで買えるから、ゴールド100%。なしかい。まあ、今んとこ多分このチャンネルの動画内では、ゴールドそんな、多分30万も行ってないんじゃないかな。行ったか行ってないかな、ないんだと思うんですけど、本当すごい人だと50万とか行ってる方いたので、まあもちろんゴールド倍率こそ上げてると思うんですけど、まあ、今回250%台なんで、まあ頑張って40万目指そうかなって感じですね。1回や、1回で、ね。1回だったら銀かいな。そんなに強くない。言ってもそんな強くないです。全部びっくり値か。まあでも一応どうだろう、これ。
あ、どうだ。オッケー。いやー、寝ないか。ダメだな。金馬か。ちょっと王様撫でてほしいな。王様撫でないと。あんまり今回弱いか。なんかね、お、金の駒じゃねえや。王様なんか出ない場合もあるんですよ、全然。なんで、ちょっと、本当になんとも言えんすね、そこは。うん。さあ、金の金の金馬の端か。まあまあっすね。うわ、なんかちょっと、空中いるぞ、今。さあ、プラチナ。怖いな。怖いなっていうのは突然死ね、打った方がいいけど。あ、大丈夫だった。オッケー、生1キル。はい。オッケー。あー、なんか今怖かったな、結構。クリティカル30でも。まあ、苦手ない3ターンから全然大丈夫けど。ゴールド見えないけど。何ゴールド稼いだか、今何 ?16万ですね。まだまだ全然。全然よ。何気に金の奥歯の証欲しいんで、ちょっと集めたいっすね。言っても、ここまでやって落ちてないってことは、やっぱ確率が低いのかなと思ってるんですけど。一応レベルも上がってますね、順調に。よし、もう一気に稼いじゃう、今週。これで、ゴールド、今週じゃない、今日で。いきます、起きた。プラチナ。2体よね。2体は OK だね。ウィンクだけ気をつけて、逃げても大丈夫。まあ、逃げるは逆にでかいっすね。行動させないんだ、相手。まあさすがに突然死で全員やられるとかっていうそんなバカげたことはないと思うんで、油断してるとやばいんですけど、まあでも多分、OKOK、大丈夫だと思うかなと思わかんないけどね、思ってるんで。多分もう出ないっしょ。何ポップだっけな、この、エリア。もう多分出ない感じかなと思いますけどね。で、まあ多分これも、あんまり良くないね。王様が出なかったから。この感じは多分、二十何万ゴールドで割り切れだな。この感じは。一回目はあまりですね。あ、ガードシールド。まあ、ガードシールド大丈夫ですね。感じあるんで。バルの粒ね。いい？先生。あー、クリティカル今出なかったじゃん。3、なんか今やばくないの結構。クリティカル出てなかったね、一回は。結構運悪くね。金馬。2体 OK。いやー、今回弱いかも。あと3回落ちる。逃げても大丈夫よ。まあ、結構でも10かかるからな、ゴールドゲット。ね。ロッチル借りるのに50L、マックス50L。で、あと黄金の鍵もあるから、なんだかんだ結構ゴールドを稼ぐのに、ジュエルもかかるんですよね。ここあるよね。来た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 。来た、オッケーオッケー。意外と出ますね、これ。2体、オッケー、神。頑張れてもどっちでもいいけど。まあ、一応直して入れてるんで、2人。来ちまったか。あ、オッケーオッケー。まあまあ。あんま出ないな、クリティカル。よしよし。まあ、ああ、結構いってるね。お、今何ゴールド？お、30いった。オッケー。まあでも30か。ふっ！オッケー。まあ30っすね。いや、めっちゃクリティカル出るやん、今回。こんなクリティカル出るときと出ないときの差激しいでしょ。まあ、証は出ないな。まあ、1回目は多分、1回目はっていうか、ダメだけど。あ、出るか。まあ、もう出ない感じかな。OK、捨てないですね。1回目は33万3000ですね。まあまあいいんじゃない？結構多いよ。さあ、じゃあ2回目いきますか。まあもう出ないって時は明らかに出ないんでね。もう、いいや。まあ太陽3人いるからな。ロッチル終わった。で、もう一回借りましょうかね。
まあ、50% っていうのがなんか何とも言えん感じだよね。これ地味に 100% とかだって嬉しいけど、ジェモリーはね 200% なのにね、あんまり高くないっすよね。30逃がさない、サンタ。さあどうだ、2周目ですね。初手金馬でもこっちとした、オッケー、明かし欲しいから、ワンチャン5万ゴールドどうだって感じだけどな。いけ、クリティカルの出がちょっと微妙かも。28000、明かしをすればプラス5万ゴールド、プラスなんか置物とかそういけ、地味に。クリティカルのいいっすね。さあ今んとこ77万なんで、で、あ、そう、ちなみに今回そう、気づいた方いるかと思うんですけど、ブーストね、もう5個以上あるので、逃がさないターンとクリティカルとゴールド 100% だから、まあ本当にマックス値なんで、まあ、もうあらかじめ買っといたんですよ。前回のゴールドゲットで集めた時買っといたんで、今日に向けて。そう、だから、まあ、本当はもっとね、もう強いね、もう全金 SP とかの方が全然いいんだけど、残念ながら持ってないんで、完璧なマックスってのはできてないんですけど、それでも、だいぶいいんじゃないかな。まあ、300% ぐらいいけるともっと強いけど、何パーまでいけるのかな、これ最大。もっといけるようにってた。まあ、多分ゴールドのゲット、ゴールドの、ゴールド、まあ、その上げる装備とか、手に入れば、金ピカティエとか、もしくはなんか、まあ、ゴールド置いても上げられる装備あるから、多少は。まあ、そこら辺合わせればね、いけると思うんで、よし。出てほしいな。えい。いやー、明かし低いな、率。200% 近くあるんだけど、明かしの率は。さあ、黄金の鍵ラスト1個。さあ、王様の来い。あー、来ねえか。まあ、来ねえな、仕方ねえな。ちょっとびっくりっちゃ後回しにしたい。あー、王様出ねえな。30%、でも弱いな、ちょっと。まあ別にいいけど、逃がさない3ターンから。一旦だとこれきついっすね、ちょっと。多分。か。あ、プラチナ。あ、ゴールド50。100じゃないと意味がない、あんま。プラチナはこれ最大2体かな。出るの。ウィンクか、ワンちゃん。あ、逃げるか。ゲイ、ナイス。さあ、5回中どれが一番ゴールド多く稼げるか、これが大事ですよ。回復まだしない、出る、アキンバ回1体か。まあまあ目標はそうですね、200万ゴールドは行きたいですね。でもそっか、平均30万ちょいかな、距離か。それは160万プラスだから、5やって160の割る5だから、あー、ちょっとそうなるときついか。まあ、めちゃくちゃ40万とか超えるやつのがあれば有利になるけど。200万ゴールドいけたらいこうかなって感じで考えるか。さあ。あ、びっくりっちゃん潜ってもね、必中つけてるんで大丈夫ですよ。で、うん。まあ、びっくりって黄金の鍵あるから、まあまあまあ、まあ、ジュエル消費しなくていいって考えると、まあ全然出ていいんだけど、あのビッグリッチ自体はね、ゴールド稼げないんですよ。まあ、ダメっすね。まだ回復しなくていいや。いや、弱いな、50。まあ弱くはないけど、50じゃそんな意味ないな。金馬、あー出ない、あーってまだ1体出るでしょ。王様狙いて今回。きついな。え？クリティカル出なかったんだけど今。嘘だろ？ちょ、30%頼むって。クリティカル、なんか出ない、出ない。なんで、なんで。
ジュエリーグローブつけてるから多分40近くあると思うんだけど、40はなくても35あるでしょ。まあ、つけたら電波逃げるか。あ、まだ出る。あ、待って、王様、王様、王様、何時？キャッチオッケー、神来ましたね。最後の最後で王様の弾2体オーナイスですね。ランチに近くで得られるからな。気をつけて。あー、まあまあまあ、体力高いからな。3000以上あるからな、王様が。オッケーオッケー。何さん狙うんだよ。急所か。オッケー、ナイス。よし。ちょっと見えなかったけど、まあ、かなり稼いだでしょ。いいかもしれないね、2回目。結構。見てみようか。鬼じゃちま。悪くない。よし。あんま出ないかな。うん。金馬ですね。あー、逃げられた。あ、もういいや。戦っちゃう、これの時。もうどうせ、厳選できないんで。わかりますか。もう100万いきましたね、いつの間にか。100万ゴールド超えた。ああ、まあ今作結構ゴールドに心配ないんだよな。ゴールドゲット来ちゃえば、もう一気にそこで稼げちゃえば。もう一気にその育成とかも結構余裕があるぐらいのゴールド持てるんでね。全然いらないんだよ。いらないじゃない。そのゴールドゲットさえあればもう、そこの時に一気に稼いじゃえば。この育成のための時のゴールドはそんな困らないっすよね。うん。はい。大丈夫よ。あ、まあ。ナイスー。いや、クリティカルの出がいい時と出ない時の本当に差が激しいかも。まあ、ちょっとね、30% とかで、まあ、50% 超えてるわけじゃないかな。一回、出ない率の方が高いしな。そこは仕方ないか。あれ？ここ。あー。間違いない。300% ね、いけるといいよね。まあだから、そう、今回ゴールドゲットは 250% とかですけど、まあ次回ゴールドゲットの動画出すときは、もう全員、もっと金 SP の最強の、うん、ね、電波人間たちで行きたいよね。まあ、今回太陽型、ね、電波人間3体入れたって感じでやってますけどね。まあ、これもね、おお、初めて活躍するから、太陽型が。まあ、状態上プラス3なんでね。まあ、あとなんだっけな、なんか、アタッカーはね、星型の方がいいとか来たんですけど、コメントで。そうなんですかね。回避率15だよね。星の方がいいんかな。まあ、回避率って面では強いけど、状態上がね、プラス3とかないんないんで、なんとも言えないかなと思ってるんですけど。出ないね。オッケー。2回目は、30万ちょっと弱いですね、さっきより。王様倒してもいいか、これか。お前の前ね。あそこら辺わかる方いれば。教えてくれると嬉しいです。ゴールド、そうね。太陽強いと思うけどな、アタッカーも。アタッカーやっぱいいのかな？アタッカーね、星の方がいいんかね？ちょっとわからんわ。はい。あー、スタミナがない。でもさっきチケットもらったはず。スタミナの。チケットもらった、オッケー。使いましょう。どうせジュエルでもいけるけど、まあいいや。なんなら無限の方が一番強い。知らしゃない。100。はい。はい。逃がせ3ターンの30。OK。そうね。まあ、確かにね、回避率15ってなると、でも難しいとこじゃない？結局さ、状態異常がさ、ない代わりに回避率15ってなるとさ、バトルタワーとか来たら難しいよ。やっぱ状態異常プラス3かなり強いじゃん、正直。バトルターどうなるかだけどね、今後。来月だっけ？来月の、多分1ヶ月後ぐらいでしょ、ちょうど。そこでだよな。どうなるかだよ、ちょっと。はいはい。キンバ、よし。まあ、星、
魔界15ってのはすごいね、強いけどね、確かに。それにね、グレートブーツとか、これつければ25までいくからね、回数。4回に1回回避するって計算になるから、打撃攻撃に関してはね、かなり強いですけどね。まあ、ただ、状態異常がつかないっていうのが、やっぱ微妙。どうなんだろう。よし、まあ、あとはね、なんだっけな、まあ、ちょっとコメントじゃやっていくか。ちょっとあとはね、確かね、前回の動画で、あーちょっと待って、前回の動画で最強のアタッカーができたとかっていう動画出したんですけど、あのね、主人公アビファみたいに来ちゃったんで、そう、あ、それ話すかね、ちょっと。あのね、実はですね、今現在、出世だけないんですよ。出世だけって12個ゲットできるじゃないですか、マックスで。今の現時点、ジュエルで買えないから。で、僕の場合、ジュエルで買えないのは、知ってたんですけど、その、もう使っちゃったんですよね、出世だけ全部。モーツァルト型の最大を増やすため時に、出世だけ使っちゃってて、ジュエルが、ジュエルじゃない、出世だけ使っちゃっててないんですよ、ジュエル、出世だけは。なんで、でその主人公補正っていうのが、知ってたん、まあ、突然死プラス2つくじゃないですか。ただ、1体その出世してる電波人間復活でいるんですけど、主人公ではね、出世させたコウタさんとやったやつ。その電波人間出世させても、多分低確率じゃないですか、主人公補正ってつくの。ああ、低確率じゃないですか。だから、つけられなかったっぽいんだよね。だからさ、それで、もう出世だけないんで、その主人公補正ついてる電波人間を出世だけで回復させるってことが、で、あ、来た！お、金の奥魔流してきた。やった。出たね。できないんで、主人公補正がね、つけられない状況なんですよ、今。出世だけがジュエル、できるんかな？これちょっと聞きたかったんだよね、動画でも。そう。なんで今回、まあ、もしく見て、ここまで見てくれてよかったね。コメントしてくれて嬉しいんですけど、どうですかね？やっぱ主人公生する前できないかな思ってると。出世だけないんですよ、そう。だから、できなくて。困っちゃった。まあ、確かにね、突然死にっていうのはワイコロ、まあ、バトルタワーか。前作の影響でワイコロって言っちゃうんだけど。まあ、バトルタワーではかなりね、有利だと思うんですよね。まあ、まずバトルタワーのその、詳細とかも全然来てないから、どうなるかわからんけど。うん。そうだけど、今回ちょっと弱くねっていうか。気のせい。あ、弱っ。まあ、まだ大野鍵使ってねえな。そう、だからさ、突然死プラス2は強いよな。プラス5になるってことでしょ？太陽出して。強くね？それ。めっちゃ強いじゃん。いやー。なんか、対象あんのかな？どうなんだろう？うわ、ジュエル使っちゃう。対象変わったらいいけどね。ちょっとコメント見ますよ。ちょっと、こう、集してると話すネタなくなりそうなんで、一回コメントで、なんか質問みたいなの返します。まあ、その方向に、その、なんだ、コメントした方がこの動画見てるかわかんないけど、まあ、気になってるような感じだと言えばあるな、かもしれないんで、返してきます。この間に。よし、金馬。そうだな。主人公生ね、まあ、誤差とか言うかと思いましたけど、まあ、誤差かって言われたら、主人公生誤差ではない気もする。バトルタワーに関しては。プラス2は意外と強い。1でもまあ、嬉しいけど、2になると、まあ3とか、まあどうだろう。それも本当に数値の問題だからな。わかんないけど。そうだな。ああ。ああ、くそ。めんどいめんどい。めんどいそれ。ほんとに。やめて2回は。そう、あとね、来てたのが、今見てるんですけど、コメントちょっと。オッケー。なんかね、装備。まあ、ちょっと話ちょっと変わっちゃうかもしれないですけど。装備のね、お任せ？あ、装備を全部外すっていうのがあるっぽくて、それ僕やってなかったんですけど、うん。まあ、一応、その連打、R だっけ？ R 連打と、A 連打で、
別に装備一気に外せるからいいかなと思ってたんですけど、まあ一応装備を一瞬で外すことはできるっぽいですね。OK。よし、ナイス。結構来てたな、主人公アビっていうのを見てるけど。まあそこはちょっと、わからない。まあ確かにわからないけど、絶対つけた方がいいのは間違いない。だってあるよりかはない方がいい。ないよりかある方がいいじゃん。あのね、プラチナの歯のウィンクとかも絶対に、あれだし。プラチナのウィンクとかも絶対さ、プラスにあったら、ね、やられにくくなるじゃん。そうだよな。あとは、ちょっと今、コメント返信タイムですね、やりますけど。なので、まあ、一応のこの動画にも、なんか、質問とかありましたら、まあ、ちょっとなんか、コメントで返すことができない場合があるんで、たくさん来るので、そういう場合は、なんか、こういう動画とかで話す可能性があるので、もしこの動画で、まあ、ここまで見てる方で、まあ、質問し、なんか、電波人間の質問あれば、コメント自由にって感じです。今、ちょっと見てます。過去のコメントで返してるやつが。よいしょ。OKOK。はい、これ、そうだ、これに言おうと思ったんだ。最大型が出ないんだけど、どうやって入手し、個体入手しましたかってコメントがね、来てたんで、これちょっと返していきたいかなと思います。一応その時ノーマルキャッチってやったんですけど、まあそうですね。最大型はもうやっぱノーマルキャッチで、僕の場合、そう、本当にノーマルキャッチでやったんですよ。一応アタッカーが2体ノーマルキャッチいたんですけど、最大型ね、回避ゼロの黒単色がいたんですけど、そう。だから、それでキャッチしてるんで、粘るしかないが結論になるかなと思ってるんですよね。まあ結構確率は低いです。正直。かなり確率は低いです。なかなか出ない。なかなか出ない。まあ本当に太くてでかいなって思うやつでも意外と回避3だったりすること全然あるんで、甘くないっすよね。回避0で、まあ黒ってなるとやっぱ低いんかな。あ、で出ない。だからさ、やっぱさ、ノーマルキャッチで、そうね、だからノーマルキャッチで、やっぱ最大キャッチしときたいっすよね、何体か、黒短縮ね。できるとね、後々楽になるからな。まあ、出世だけマックス12個は利用できるから、それうまく使えばね、かなりいいんで、それあるよね。うん。ありますね、それは。いや、弱っ起きた !5 万ゴールドプラス。ありがとう。なんだこれ、色キュンキュンキュン、あ、やったぜ。さあ、まあ、5万ゴールドプラスということで、まあ、実質31万ですね。130。5万ゴールド、来た。いきます。3周目。よいしょ。ゴールド100。いつから30。開始、逃がさない3ターン。行こう。そうそう。だからまあ、そうですね。あ、あとなんかね、あ、来てる、ブラチナ。待って。エクストラのね、攻略法も一応、なんかね、動画出したんですけど、エクストラの攻略法みたいなやつ。結構なんかね、コメント来てたのは、まあ、ジェッソとか入れたり、そういうのに頼ればいけんじゃないかって言ってましたね。ちょっと前の動画になるんですけど、このチャンネルはね。まあ、確かにエクストラも、まあね、ジェッソ、まあ一応かばうからね、あれ。前作もそうだったけど。確かにいいのかもな。まあね。あとはそう、あとそうだ。まあ今めっちゃ見えたんですけど、まあ今やっぱ最速バグっていうことで、なんか最速を作ると回避0なのにちっちゃくなっちゃう。なんか回避15みたいになっちゃうっていうバグが、まあ知ってる方にはいかんでいるかと思うんですけど、あるらしくて。
まあ、それもいつ治るのかだよね。いやー、なんか最速まだあんまり主流じゃないよね、今作。今作さ、結構さ、最大ばっかじゃん。最速まあバグがあるからかもしれないけど、なかなか最速はね、使われてないよね。まあ、まあ、バトルタワー来て環境動画だけどな。逃げない、OK。まあ、そうね。あ、ジュンさん、これレベル60かな、今回で。あ。いやー、このゴールデンマいらないけど、まあ、戦う必要ないから、持ってたら戦うか。ちょ。あ、めっちゃ出るな、ゴールデンハム。あとは、まあ、あとはちょっと前になっちゃうから。結構ね、ほんとありがたいことにね、コメントね、最近いろいろいただいてるんですけど、ありがとうございます。質問ね、大歓迎ですし、まあコメントしてくれることも大歓迎なので、なんかコメントくれるとね、必ずね、動画にハートつけてます。過去の動画でも、ハート、まあね、全部つけてると思うんで、全然もうなんか見てますんで、コメント欄は。気軽にコメントしてくれると非常に嬉しいのでよろしくお願いします。もちろんこの動画にも。まあちょっとこの動画多分、結構長い動画になってるかなと思うけど、ここまで見てる方いると嬉しいな。どれぐらいいるかだけど、ここまで見てる方。収録時間も30分超えてるから、この段階で。うっ！結構5周全部ノーカット出るとかなり時間かかるな。よしよし。まあ、2体出ればいいけどね、王様。今回王様いい感じですね。さあ。OK。5万6000。あ、なら6万ぐらいいくのかな、もっと詰めば。まあ、とりあえずコメントしてそんな感じですかね。一応、はい。まあ、どうもね、そうね、あ、60来た。まあ、あと気になってんのはやっぱ、太陽型の、今最強って言われてるけど、果たして、この太陽最強っていうのはいつまで続くのかっていうのはちょっと思ったりして。前作はハートが強かったけど、今作、太陽でしょ？まあ、太陽の上とか出んのかな？頭の形がアップデートで追加されるとか出るともあんま思えないと、あんま思えないような気もするし、前作はそんななかったかと思うからね。前作ハートがずっと強いってなってたからでも。そうね、ハートが出てから強いってなって、もうずっとね、もうサービス終了とかまでハート使われてたと思うんで、そういう感じですよね、前作は。まあ、前作やってない方はちょっとわからないかもしれないんですが、これびっくりっちり高いよな。で、今回も弱い。じゃあ、クリティカル。あー、出ない手だ。なんでこんな狙うの？ターゲットついてるワンちゃん。あ、ターゲットついてんのかな？なんかついてそうだな。こんなになんか狙うって。あ、ターゲットついてる系かも。いや、いや、必中つけてるから強いわ。いやー、ちょっと動画の鍵落としてほしいんだけど。いけ。あとなんかあるかな、ネタ。話すネタ。一応、なんだろう。そうね。一応でも話せるとか話したかな。5周。ね、ゴールドゲットを周回する話のネタを用意しとけばよかったな。結構ネタ話したけどよ。お、来た、黄金の鍵、神。黄金の鍵、お宝なんだろ、この音的に。お宝でも黄金の鍵落ちるって面白いな。地味に。はい。まあ、一応でも結果は報告したいからな。一応5周やろうと思ったけど。もう1周やるもんね。どうしようかな。あ、目標の200万コールできるかもな。今100？
60万なんであるね。で25万4とか悪くない、結構いいよ。うん、出ない。よっ、あそっちかい。ふう、200万いけるかね。161万こい、よしよし。まあ一応今回ね、明石全コンプね、ゴールドゲットできたんで、これも良かったかなと思いますけどね。あ、でも5万ゴールドって言うて、王様の歯1体よりも少ないのか、ゴールド。よく考えたら。そう思うと少ねえな。めっちゃ。まあまあまあ。確かこいつは来るな。なんといきなり。ゴーストは、近寄ってくるんだ。逃げないんだった。レベルは低いからね。人間すぎてる感じ。じゃあ、もうそろそろ 4回目もあるかな。60になったから。あ、そう、60になったから1回。あれだな。幸福度。まあ、いいか。まあ、いい。今回の動画でいいや。いや、っていうのが、60になったので、出生幸福度マックスにして、出生見てもいいかなと思ったんだけど、まあ、これの動画はゴールドゲットなんでいいっすね。まあ、またなんか、死んじゃかったらまた動画にするんで。うん。結構最近ガチでやってるんで。結構進んでますね、育成は。まあ、あとはやっぱ、今んとこそう、アタッカーっぽいのしか太陽いないんで、最大の。まあ、回復作ったり、復活作ったりって感じでやっていきたいっすね。さあ、4周目終わりかな、そろそろ。まあもう終わりだよね。一応、あ、27、ちょっと弱いな。やっぱ50万ってすごいんだな。ね、50万見たんだよね、X ね。50万ぐらいいってるし、てね。まあやっぱ金 SP とかもあんのかな、全員。あとはやっぱシンプルに。頭の形もあるから。ゴールドサンバーとかね。フリーだっけ。はい、OK。4周目かな、これ。黄金の限りやったら強いっすね。でも、27万だったんで。ゴールドこそは、まあ、あんま高くなかったという感じですけど。さあ、ラスト1周いきますか。よいしょ。夏ぎ場。で、スタミナがないんすね。仕方ないね。ジュエル使うわ。ジュエル60切っちゃった。最近リアキャとかで消費してないから。まあまあまあ。まあ最近なんかリアキャ強くないよ。行こう。さあラストですね、5周目。話のネタが心配だけど。はいはい。OK。まあ、そうだな。200万は無理そうかな。40万多分ゴールド近くゲットしなきゃ、200万無理なんで、まあ、ちょいきついかもね。ってなると、結果で言うと、多分、最初40万つったよね。だから、150万ゴールドぐらい。1回あたり30万ぐらいかな。多分そんなもんだと思う。まあ、それでも30万ゴールドをね、1回で稼げるっていうのはかなり強いけど、って感じかな。よし。パールの杖。まあ、この、そうだね、この宝石的なさ、貴重品だっけ？ここら辺も売ればさ、結構、ゴールドにはなるから。まあ、ちりつもでね、やればね、いいんで。
まあちょっとだとやっぱ弱いけど、何個もいればね、いけるかなと思うんで。そうですね。まあそこら辺もこう含めると、まあ意外といくのかもしれないですね。まあでも、そんなにめっちゃ高くはないと思うから、1万もいかないっしょ、多分。うん。なんで、まああんま強くないかなと思うんでね。よし。オッケー。890。はい、行きましょう。さっき黄金の鍵ゲットしたんで、ジュエルがね、消費しなくて済むのはめちゃくちゃありがたい。こっち、オッケーオッケー。久々にプラチナ見たな。え？ちょっとクリスカル弱かったね。で、2体倒すことによって、5万6000か。なるほど。まあ、半分ぐらいか、金王様なの。ね。大体、10。大体、まあ、王様の半分ぐらいですね。2回連続でゴールドプラスとブラザー10%ない。低い低い。まあ、ビッグリッチで何も落とさないよりかは、いいけど。いや、いいけどでもないか。わかんない。あーくそくそ、まあ、感電しちゃったし、まあ、地味にレベル低い電波人間、60の電波人間に攻撃して、これのターゲットついてんだろうけどさ、これがきついな、地味に出てこい。 OK、 はい、おお、こんな感じ。ナイス、やった。いいね、いい感じ、いい感じ、いいね。黄金の鍵出ましたね、また。まあ、でももう終わり、これ5回目だから入れて。もうここで黄金の鍵が出てもそんなに意味はないですね。まあ、銀貨と。銀貨か。ここ。OK。よし。でかいっすね、クリスカルの。まあ、2万1000弱いね。そんな強くはないっすね。まあ、王様なんか1万。で、まだ勝ってないから、多分これに出るでしょ。来た。まあまあまあ。1万4000か。出るよね。来た来た、あ、来た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 。よしよし。1か。1回。うわ、これがきつい、これがきつい。あー、アタッカーがメインとなる。わお。これどうだな、そうだな。ちょっと頑張れな。一応誘惑。直せるでしょ。OK。直してくれ。いやー、ダメだな。まあ、もう一旦、最後の最後で、クリティカルの、クリティカルじゃ逃がさない3ターンが役に立ったな。危ね、ギリギリ。いや、こういう時に3ターンはね、必要かもしれない。まあ、もちろんね、誘惑耐性すれば、いいのかもしれんけど、ジュエリーミラーとかちゃんとつけたりとか。まあまあまあ。さあ、全員出たかな。お、まだ出る。待って。そうか、ラストかな。一体。そうね。だからまあ、今回は意外と、まあ、意外とかな。うん。まあ、40万はいかなかったけど。まあ、30万の記録を更新かもな。ちょっと、記録をね、記録してたわけじゃないけど。多分、30万も行ったことなかった。あ、まだ出る現場か。はい、
ラストで、ああ、打てないね。血を出ないかだけチェック。オッケー。ああ。いやー、ちょっと逃げるな。ヒンバ。まあ、王様なら出たけど、2体出なかったからな。ちょっと今回も弱いかも。意外とやっぱ甘くねえな。もっと、どう50万本当かあれ疑い出すねって時に。いや、ほんとほんと。え、やばい、これ、このままじゃ190いかないってことは。まずいか。21万。あ、やばいな。え、今回やばいぞ。まだ21万ゴールドなんだ。結構ゴールド少ないぞ、今回稼いだの。まあそうね、さあゴールデンハム、いやちょっと最後にして地味にゴールド少なかったな。結構多分もうプラチナとか出る、まだ出るか、出たらいいけど、あー出ない気っぽいな。ボス変えられねえからもう仕方ねえな、これ。ゴールデンハムしかない。まあ、最後に最後にして弱かったかもしれない。いやー。185万。いやー、22万。弱くない？ちょっと。あ、終わりか、マジか。あー、マジか。じゃあ、ちょっと結果発表かな。あー、結果発表の前に、まあ、一応敵こそはこれで終わりですけど、まあ、140万ぐらいかな。140万ちょいぐらい。なんですけど、うん。なんですけど、まだあって、145万ぐらいか。だけど、まあ、売れるんで、ここら辺で。はいはい。あんま強くねえな。あ、金貨結構いいかも。6個ある。おお、2万2000円あるかな。こんだけ絶対売んないで間違えてる。結果はそうですね。約150万。まあ、なんで、1回あたりね。30万ぐらい。まあ、20、そうですね。30いかないぐらいですね。はい。ということでね、今回の動画で、ね、こんな感じで終わるんですけど、まあ、長くなりましたけどね、かなり。はい。ゴールドゲットを、まあ、プラス 250% ぐらい積んだ時のね、結果でした。ゴールドゲットプラス250。ゴールドプラス250か。はい。まあ、もっとすごい場合はね、全然、200万とか、まあ、200万近くとかね、いけると思うので、運もあるかなと思うんだと、王様の方が何体出るかとか、そういう、もう本当にそういう微妙なラインで出ると思うので、皆さんもね、もしね、この動画ここまでね、見てくれてる方いましたら、この動画のコメント欄に、ゴールド、マック5回やってどれくらい稼げたかっていうのをね、結果をね、教えてくれると嬉しいです。はい、ハートつけますんで、もしよろしければね、コメントしてください。ではね、長くなりましたが、結果は149万ぐらいでしたね。はい。では、今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい。このチャンネルではね、ニュー電波人間の RPG フリー、動画投稿してますんで、電波人間すごい好きでやってる方ね、見てる方、見たい方、よろしくお願い、チャンネル登録ね、高評価してくれて嬉しいです。はい。では、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。